日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん、さまざまなテーマを新しい視点で。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。ナビゲーターは TCC 会員、コピーライターの木村亜希です。阿部孝太郎さんの第1回目です。今回からのゲスト、阿部孝太郎さんのプロフィールです。1986年生まれ、2008年に電通入社、人事を経てコピーライターに、2012年、東進ハイスクールの全国統一高校生テストの広告で TCC 新人賞を受賞。最近の仕事は、東進、いつやるか、今でしょ、生徒への激文編、ロックバンド、クリープハイププロジェクト、ワントライワンライフロードトゥエンド ALS、 ALS は治せる病気だと証明したい、ルーミート、カンガルー肉を日本に広めるプロジェクト、映画私たちのハーハー、走れば届く気がしたなど、宣伝会議コピーライター養成講座先輩コース講師に、部活動講座企画で飯を食っていくモデレーターも、30男を応援するプロジェクトチーム Think30 に所属し、学研読み物ウェブ本著にて、待っていても始まらないを連載中。コピーライターとは言葉を扱う商人であると考え活動中です。第1回目はこの6月に CM がリリースされたばかりの ALS は治せる病気だと証明したいの CM のお話から伺っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイスバケツチャレンジはもう1年前だ。そうですね、始まったあれだったんですよね。はい、ちょうど1年前、もう皆さんも Facebook だったりとか、はい、ね、いろんなところで見ていたと思うんですけど、1年前あたりから大流行というか、もうみんながそのアイスが入った、はい、氷水をかぶるっていう動画を見たと思うんですけど、はい、あそこで、まあ、自分もいつかその回ってきたらどうしようみたいなことをすごく考えたりとかはしていて、でたまたまあの友人の方が回してくれて、回ってきたんですね、回ってきたんですよ。その時にすごく考えましたね。やっぱりこの病気の ALS っていう、まあ、筋萎縮性側索硬化症っていう病気だったりとか、そのことに対して自分があまり知識がないなとか、それをやることっていうのがこう、ま、周りの人にどういうふうに見られるかっていうのもそうなんですけど、はい、なんかこうしっかり自分が分かってないものに対して参加することに対する怖さみたいなのを感じて、はい、で結局すごく考えた上で、あの氷水もかぶらなければ、はい、寄付もしなかったんですよ、はい、でその時にでもちゃんとこの病気っていうのを理解したいなっていうふうに思って、はい、99% ありがとう ALS にも奪えないものという藤田雅宏さんが、書かれた本、その方も ALS 患者なんですけど、はい、その方が書かれた本を買って、でこういう病気、この病気ってどういう病気なのかなっていうのを自分で考えるきっかけにしました。はい、そうですね。それでそのヒロさんという方なんですけど、はい、ヒロさんが実際その病気と戦っていて、はい、でエンド ALS という活動、その ALS をこう終わらせる、そうですね、終わらせるという活動をされているっていうことも知って、はい、自分もいつかこう何かできないかなというか、力になりたいな、何かできないかなっていうことをすごく考え始めてたんですね、はい、でそれからちょうどこう数ヶ月経ってまた新しい出会いがあって、まあ、NHK のディレクターをされている小国さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その小国さんと出会って、まあ、その方もまさしくヒロさんと出会われていて、うん、こう何かこう力になりたいっていうふうに考えられて、はい、動き始めていらっしゃって、でそのお話を聞いて、じゃあ自分も本当になんかこの機会、なんか同じことを考えている人に出会えたっていうのはすごく縁とかがあるなっていうふうに思って、はい、で自分もエンド ALS の活動に、まあ、会社の先輩とも一緒に参加することになりましたと。でそこで広告連合という、まさしくその、ね、ヒロさんがマッキャンっていう広告会社に所属されていて、はい、その会社の垣根関係なく、まあ、電通だったり博報堂だったりとか、うん、同じ志でその ALS っていう病気をなくしたいと思っている人たちで集まって、はい、じゃあまずはそのこういうような活動をしているっていうことを多くの人に知ってもらいたいなっていうふうに思いまして、そしたらじゃあ、まあ僕たちはその広告会社で働いている、広告を作っている人間なんで、
まさしくヒロさんもそういうプランニングディレクターをされている方だったんで、みんなでまずは CM を作ろうと、はい、でそれをあのクラウドファンディングっていうみんなからこう、はい、少しずつお金を集めて、で実際にそういう制作費を集めて、アーティストの愛さんという方にも、はい、それヒロさんのご友人なんですけど、そうですよね、ご協力いただいて、はい、コマーシャルを作ったのがあの CM なんです。楽しむのお金を全部クラウドファンディングで集めたっていう、ね、そうですね、はい、そうなんですよ。その時もやっぱりその会社の会社は違くても、はい、本当志は一緒というか、うん、そういう気持ち、こういうふうにあの変えていきたいっていうような思いでつながってるっていうことで、はい、全くこうなんかこう会社が違うと考えてることも違うとか、うん、はい、思いがち思われがちかもしれないですけど、全くそんなこともなく、同じ仕事をしてるわけですね、同じ仕事をして、はい、同じ気持ちで働いてるっていうところで、うん、何の違和感もなく一緒に、ああいう広告作りをすることができましたね、はい、CM の反応というか、はい、あのその後というか何かどうだったっていうのは、そうですね、 CM 見ていただいて、はい、まあ、同じ広告業界で働いてる人から、はい、あの何かあったら声かけてねっていうことだったりとか、はい、全くその広告業界じゃない方たちからも、あそういうことやってるんだとか、うん、自分も何か一緒にやりたいとか力になりたいと思いましたっていうことを連絡くださる方がいたりとか、はい、やっぱりそれはあの本当広げる、まずはその知ってもらうっていう意味ですごくあの CM 自体は作ってよかったと思うし、それがこれからの活動においてもすごくあの映像を見ていただくことっていうのが、はい、僕たちがやりたいことっていう、まさしくその ALS を治せる病気だと証明したいっていう言葉で、僕たちがどこに向かおうとしてるかっていうのが分かりやすく伝えることができたかなと思ってます。いろいろ悔しいこともたくさんあるとおっしゃってましたけど、はいはいはい、なんか結局どうそのお金を使ってどうしていくことがその証明するっていうことに役立つみたいな、うんうんうん、そうですね、まずはそのまず治すことにの第一歩としては、はい、本当にこうまず国、日本ではまだ、承認されていない、はい、まあ、あの試す権利、はい、あの未承認 の治療とかに対して、はい、その治療を患者の人たちが主体となって、自分はその治療制度を試したいっていう権利を、はい、自分たちが主張できるコンパッショネートユースっていう制度があるんですけど、はい、そういうものを日本でも実際にはないんですね、まだ、日本でそういうものを作ろうという動きはあるんですけど、はい、それ自体はですね、あの、まあ、海外ではそういう動きはあるんですけど、はい、日本でまだ定着はしてないので、はい、そういうようなあの制度が日本に根付くようにしていきたいっていうふうに思っていて、うん、なのでまずはあの世の中の多くの人にこの問題っていうのを知ってもらって、はい、その次はじゃあどういうふうに具体的なアクションを起こすと、そうですね、はい、そういうところにつながるのかっていうのを今動き始めているところですね、はい、結局こう募金活動してもこれが何になるのっていうのはその去年のアイスバケツチャレンジが見えなかったと思うんですよね。そうですね、それでどうするんでしょうかっていう、だからそういうところまで、まあ、知ろうとしなかったといえばそれまでなんですけど、までは分からなかったし、まあ、それが今回そういうことをやりたいと思っているということを伝えるためにも、その CM を見てそれをきっかけにみんなが動いてくれれば、そうですね、やっぱりアイスバケツチャレンジってものすごくすごい、うん、あのキャンペーンというか波及力はなんだか分かんないけど、とにかく見るっていう、ね、プロジェクトだったなと思っていて、うん、ただやっぱりあれはあの少し夏で暑い季節で、うん、ちょっとお祭り的に、はい、過ぎ去っていって、うん、あの ALS っていう病気までをしっかり知ってくださる方っていうのは少なかったかなとも思っていて、僕自身も実際本を読まなければ、うん、こういう人がいて今こう戦ってる人がいるんだっていうことまで分からなかったんですね、うん、なので今回に関してはまずはそのアイスバケツチャレンジっていうのがあったその先の話をみんなと共有したくて、はい、実際にそれで治そうと活動している人がいると、でどういうふうにすれば可能性が 1% でも高まっていくかっていうところが少しずつ見えてきているんで、はい、そこの過程を踏まえて一緒にこう日本の方で去年アイスバケツチャレンジをした方にも、うん、そうですね、家庭を共有していきたいなっていうふうに思ってますね、うん、アフターサービスって言ったらおかしいですけど、その後のメンテナンスとか、俺が参加したあれどうなったんだっけっていう、そうなんですよ、多分みんなモヤモヤしてたと思うので、そうなんですよ、ね、なんかそれでその後どうなりましたかっていうこともそうだし、まだちゃんと続けていますよっていう意味でも、そうですね、すごくあのシーンは価値というか意味があったなと、そうなんですよね、あのアイスバケツチャレンジ、まあ、からそのアイスブレイクチャレンジというか、うん、その関係性を今はまだちょっとこう
なんか触るうまく触れないような関係性なのを、うん、その緊張をほぐしたりとかして、うん、もっとなんかこの病気と世の中の人の関係性を仲良くするっていうのも変ですけど、距離を近くして一緒にこう付き合っていけるものにしたいなっていうのは思いとして強くあります。これでまた今後もっていう動きはあるんですかね。そうですね、あの今後もこういう活動をどんどん発信していきたいなと思っていて、はい、それはあの純粋な CM 作りという形ではなくて、こういう活動を報告していくっていうこともそうなんですけど、このプロジェクトサイトっていうのがあるので、はい、そちらでこういうことをしていますっていうのを発信していきたいなと思っていて、個人的にはその毎週毎週、はい、あのまあ、定例会っていうのがあって、そこでまあ集まって、これからどういうことをしていこうか、どういうことをすればいいのかっていうのをチームで集まって話して、じゃあこういうことをしていこうっていうことをまさしくみんなで決めて考えていってる形ですね。みんなはやっぱりその垣根を越えた人たち、そうですね、本当に集まって、会社の垣根を越えて集まってますね。たまたまヒロさんがマッキー・アイリクソンだったっていうことはあれなんですけど、普段はみんなその発信したり理解しやすいようにするっていうことを職業にしてるわけだから、そうですね、心強いというか、うんうんうん、なんか集まれるというのはすごくいいですよ、うんうん、一人一人が志を持って自分が信じるものを広告していくっていうことなのかなと思っていて、なんか広告って誰かから依頼されて、うん、あのするっていうのが、まあ、大まかな部分そうだと思うんですけど、なんか今はもう自分たちがこれを広めるべきだっていうものを広めるべく、それを広告したいなっていう志で動いてるんだなって、その振り返ってみると、自分のたちの活動を見てみるとそうだなって思いますね、はい、コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先はpodcast@tcc.gr.jp、 メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。